先生、苦しい。よこせ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 。言ってる。なろうが。何をじゃないだろう。バカにゃんこ。にゃんこではないと言っとろうが。先生は用心棒だろ。だったら。開き直るな、大福猫。にゃにゅどこ行ってたんだ？真っ黒！なんで？どうしたんだ先生？こら！汚れた足で歩き回るなよ。もう。なんで喋らないんだ？だいまー！あ！先生！なんだその黒いのは！やはりこやつあやかし者だな。なんだ、先生じゃなかったのか。一目見ればわかるだろうが、アホ。こんな顔のでかい猫、そうそういないだろう。この姿では誰も主様とは信じない。封印を解いて元の姿に戻さないと。でもどうやって。行っちゃったな、黒にゃんこ。はぁ、黒いにゃんこって可愛いな。ん？どういう意味だそれは。まったく、誰のおかげで今回の山が解決したと。ありがとう、にゃんこ先生。素直なお前は気持ちが悪い。何してるんだ、にゃんこ先生。見ての通りだ、犬をからかっている。うわ、先生、大丈夫。猫のくせに。笑うな、アホ。猫ではないと言っとるだろうが。にゃん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 ちょうどよい。私を映すより代が必要だったのだ。しまった、こっちに入ってしまったか。私は現、叶わぬというなら三代先までたたってくれよ。立ち悪い。なじめ、このかき氷食っていいか。一緒に行かないかい、温泉旅館。は？毎度なんとなくうさんくさい男だな。夏目、そのガキガキフライにして食ってやろうか。そうだ、その旅館ペットも OK だよ。なに行くぞ夏目。卵卵温泉卵。夏目、親御さんには私から話そう。今誰もいないみたいだったから温泉行っとこう。そうですね、行くぞ先生。あれ、いない。極楽極楽。おい、猫が一番風呂とはどういうことだ。猫ではないの言っとるんだな。この高貴なる私を一体何だと思ったら。猫だ。にゃんとこらこら、喧嘩はいけないな。なんじゃこりゃ。あ、温めてみてくれないか。なに、お前、アホ極まれりだな。ヒナが帰ったら、うまいかもしれないぞ。なるほど。あの、根性なし。ただいまー。うい、天丼のブルース。あ、ん？うぶゆうぶゆ。タオルタオルタオル。ヒナは帰って最初に見た生物の形に変化するらしい。じゃあ先生を先に見ていたら。うわ、
前、本当に良かったな。どういう意味だ。案外人肉かもしれんぞ。いやーなー、わっ、あー、こら腹壊すぞ。もうだから待ちぼって言ったんだよ。だらしこの豚猫、ちょっとやらすぎだ。待ちぼ。名前ならもう私がつけた。卵から帰ったからタマちゃんだ。にゃーちょ、気に入ってないんじゃないのか、その名前。なんと面妖な豚か、タヌキか。おのれ、必ず食ってやるぞ禰豆子。おお、七つじゃは羊羹もいけるじゃないか。早くねだればよかった。いいのどこした。何を。おお、なんでもないわ。黙っていてはわからんだろうが、なんとか言え。バーン。うわー、なんでそこで惚れるのか何度聞いてもわからん。ブサイクな巨岩猫になんざわかってたまるかい。誰がブサイクな巨岩猫だ。じゃあ、あんたは海がどんなところか知らないんだね。それはレイコさんが教えてくれました。青くてどこまでも広くて、うん、首の長い恐竜が住んでて、うんうんうん、島は秘密基地になってて、運がいいと円盤が飛び立っていくところが見られたりするんですよね。すごいなぁ。見ろ夏目、スズメを捕まえたぞ。食べるのか。アホ、あと2羽ほど捕まえて空中散歩するのだ。お散歩、お散歩。ダイエットが先だろ。ごめんなさい、可愛いものを見ると心が乱れてしまうの。聞いたか夏目、ちょっと聞いた。喜ぶな。よろしくね。あと一月で。短い足ではしゃぐと危ないぞ。わった、うわっ。大丈夫か先生。けど今はダメ。抱きしめて、頬ずりして、クンクンして、一緒にお昼寝。我慢、我慢。しかもただならぬ容器だ。かわいすぎる。やるな、小娘。じゃーん、魔法寺の鏡。あ、すごい。どうしたんだ俺、先生が頼もしく見える。やっぱり目がやられてるから。超特別に飲み仲間からもらってきてやったんだぞ。ここの庭にもあるんだ。当然だ。この辺りは人魚伝説を残す土地で、あちこちに沼や池がある。うわ、なんで先生がバッグに入ってるんだ。夏面中の猫、密航かよ。瞬きした。離れろ夏目。まぶたのある魚はあやかしの化身と言われている。食われるだ。おお、私に恐れをなして逃げたか。妖怪から見ても不気味な顔なんだな。そうそう、妖怪から見ても誰が不気味な顔だ。無人町。
なかなか硬いんだ、これ。硬いよ。なんだろう。タヌキが、タヌキが、タヌキはなんだこれ。なんだ、うわぁ。走り出せ、前向いて、かじか抜けて。